皆さんこんにちは、長安隆です。今回の YouTube チャンネルは今話題となっております GoTo トラベルキャンペーンについてのお話をさせていただきます。まずこの GoTo トラベルキャンペーン、これはこの間のコロナウイルスの感染拡大により観光需要が失われてしまいました。これをなんとか取り戻そうということで、この観光需要を喚起するための施策であります。具体的に中身を申し上げますと、旅行代金の 50% 相当額を支援するというものです。まあ、上限は1人1泊2万円、日帰り旅行ですと1万円のこれは上限となります。具体例を申し上げたいと思います。1人1泊3万円の旅行の場合です。支援額は 50% ですから1万5千円、つまり自己負担額はその差額の1万5千円となります。このじゃあ支援額1万5千円はどのような支援のされ方をするのかといいますと、旅行代金の割引1万500円、これが7割です。そして3割の4500円、これは地域共通クーポン、つまり観光地で食事をしたり買い物をしたり、そういう時に使えるクーポンとしてもらえるわけであります。まあ、この GoTo トラベルキャンペーンは当初8月から実施をされる予定でありました。しかし政府はこれを7月22日明日から実施ということに前倒しをしました。これだけコロナウイルスが感染を拡大している中で、なぜこのように急に前倒しにしたのか、一つ疑問であります。そして全国で実施をすると言っておりましたけれども、突如東京の発着、あるいは東京都民を除外することとなりました。そしてさらにまた東京を除外することによって、今まで予約をされていた方のキャンセル料を保証するということも発表されております。まあ、このキャンセル料の保証に関しては、ただし7月10日から17日に予約をした分のみだということであります。まあ、この間この GoTo トラベルに関しては迷走を繰り返してきました。そして挙句の果てにこのようにキャンセル料を我々の納めた税金で負担をするという事態となっている。コロナウイルスの対応も後手後手であった安倍政権でありますけれども、この GoTo トラベルキャンペーン自身は需要喚起策としては私は有効だと思います。しかし今するのではなくて、もう少しコロナウイルスが一定収束をしてから行うべき、つまり延期すべきではないか、私はそう思うわけであります。本日はご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。